ちょっとお話、MIT に戻るんですが、先ほど申し上げたように、その MIT では毎月100万の訪問があるということなんですが、でその100万のうちですね、実は、その100万すべてが、の訪問者が、すべてが MIT のその元の英語の授業にアクセスしているわけではなくて、この青い部分が、MIT のその、オリジナルの授業にアクセスしているんですが、残りのこの赤い部分はですね、中国語、あるいはスペイン語、あるいはポルトガルに訳された、その、そちらの方にアクセスしています。これは MIT の授業なんですが、その中国語の、に翻訳されたもの、あるいは、スペイン語、ポルトガルになるんです。で、これはまさに、今のインターネットを反映しているかと思いますけど、もともとはもうほとんど英語だったインターネットが今、いろんな言葉で、ものが見られるんですが、で MIT のオープン構想はまさにそういう傾向だということです。で、先ほどの地図にちょっと戻るんですが、どうしてもその気になるのは、気になったのはこの、少数のアクセスのアフリカの南ですね。オープン構成を自由に使ってくださいっていうのはいいんですけど、でもどうしてもアクセスができないと自由に使えないということで、で、ほとんどの場合、オープン構成を打ち上げて自由に使ってください、ユーザーへの、サービスのようなことはやっておりません。ただこのアフリカの南のところはどうしても気になりましたので、何か具体的にやってみようと。で、実はこれ国連ともいろいろと共同でやってる仕事なんですが、でその国連のですね、この1948年のヒューマン・ライツ・デクラレーションに、まさにそのオープン構成を、のその精神を表現する、文章があるんですけど、誰でも教育を受ける権利があるですね。非常に簡単な文章なんですが、まさにこれがオープン構成の精神かと思いますですね。で、その最貧国が集まっているアフリカのようなところで、で教育を受けたい、でも、それだけの、施設がない、あるいはアクセスがないようなところにも、どうにかこのような教材を持っていかなければいけないと。で、これたまたま私、インターネットを見てて、探したんですけど、これは NASA がサテライトから映した夜の地球なんですけど、でこれはどこが明るくてどこが暗いか、それだけなんですけど、アメリカですね、アメリカ、カナダ明るい、日本非常に明るい、東アジア非常に明るい、インドで、ヨーロッパの西の方ですね。アフリカは真っ暗ですね。これは電気なんですけど、先ほどの、MIT オープン構成のアクセスともう全く、一致していて、要するに明るいところ、要するに電気があるところはインターネットのアクセスも非常にしっかりしていると、まあ、当然なことなんですが、かなりこのドラマチックにこの地図でそれが見られたような気がします。で、そのアフリカでどうしてそのインターネットのアクセスが難しいかっていうのは、まあ、いろんな問題があるんですが、ともかくコストが非常に高いという根本的な問題があります。で、そう、実際に数字で見てみますとですね、1キロバイト1ヶ月、例えばアメリカですと21セント、約20円としましょうですね。で、それに比べてアフリカ全体が20ドル、約2000円としましょうですね。これだけの差があります。しかもこの20ドルっていうのは非常に偏った数字で、アメリカの北の方はもう回線が非常に広がっているのでコストが非常に低い。で、南の方も、南アフリカとルワンダは回線、今光ファイバーをどんどん引いています。ですからコストがどんどん下がっている。で、その、ルワンダ、アフリ、いや、南アフリカと北の方を除いて計算すると、この20ドルが40ドルになってしまう、そういうような世界です。で、こういうことを考えた上で、その、どうにかしようということで、私の学生たちがですね、いくつかプロジェクトを提案して、で、
何カ国かに行って、これザンビア大学なんですけど、一つ発見したのはですね、そのインターネットはファイバーはあまり引かれてないんですが、大学内のイントラネットは非常にしっかりしたものが特に国立大学にあるということを発見しました。でそれでですね、この MIT のオープンコースウェアをハードドライブに落として、でそれをアフリカに担いで、もう実際に持ってって、でその、イントラネットにつなぐと、少なくともその大学では自由に見れるということを考えました。でこれがハードドライブなんですけど、でこの3人とも MIT の学生です。で私の授業を取った学生たち で、この今年の1月に1ヶ月このザンビア大学に行って、でまずこのオープンコースウェアをここにつなげて、でいくつか何度かワークショップをやりました。これが、ザンビア大学の電子工学の、デパートメントの先生たちです、ケニア、すいません、ザンビアと同時にキャマルーンでも同じようなことをしました。この2人とも MIT の学生で、私の授業を受けたんですけど、これ彼女はキャマルーン出身の MIT の学部生です。でこれ彼女の高校なんですけど、これは教頭先生です。でこの高校の一番優秀な生徒さんたちを集めて、オープンコースウェアを使って、で、ワークショップを1ヶ月通してやりました。でこれはナイロビで、やった3つ目のチームなんですけど、同じ私の授業を受けた学生たちで、全部で4人いたんですけど、ここに2人写ってますが、ナイロビ大学で、やった会議 でナイロビ大学いくつかブランチがあるんですけど、そこで、使われていま です、ね。でこれがまあかなりいいやり方ではないかということがこれで分かったので、最近ですね、ハードドライブをベンダーさんから1000台寄付してもらいました。1000台で今それにどんどん落としています。でこれからその MIT の学生、あるいはアフリカにいる MIT の卒業生たちを、窓口として、どんどんこのアフリカの南の方に、これを持っていきたいと思います。で私が思うにはですね、現在はこの MIT の教材オープンコースウェアをこれに載せていますけど、これからオープンコースウェアがどんどん広がっていますので、例えば京大で持っている教材で MIT にないものでもアフリカで、使えられるかもしれないような教材もきっとあると思うんですね。でそういうのも同じハードドライブに落として、で持っていきたいと思います。ですから MIT の企画だけではなくて、この世界中に今広がっているオープンコースウェアの、企画として、こういうファイバーが広がって、なかなかその、広がっていないところにこういう形ででも持っていきたいと思います。はい。で最後にですね、この授業で教えている教材をオープンコースウェアどんどん打ち上げるんですけど、でかなり奥深くまで、打ち上げています。で理工学関係あるいは、スローンスクールのビジネススクールの授業などはあまり内容としてはそんなコントロバーシーなものはないんですが、人文関係も打ち上げています。私が教えている授業でビジュアライジングカルチャーズという授業を MIT で教えているんですが、でこれはジョン・ダワーという皆さんの中にご存知かもしれませんけど、敗北を抱きしめてという本でピリッツァー賞を1999年に受賞した歴史学の先生なんですけど、ジョン・ダワー先生と一緒に教えている授業で画像を通した、歴史というので、いろんな画像を使って、歴史を説明していま です、ね。でこれはもちろん画像ですから、その画像を持っている美術館、いろんな美術館と提携して、例えばスミスソニアンとか、ボストン美術館、などと提携して、でいろんな画像を使わせていただいていま です、ね。でこの画像もですね、先ほど申し上げたようにオープンコースウェアの考えで全てクリアして、誰でも自由に使えるようにしています。ですからオープンコースウェアのアイデアは実はその美術館にもこう持ち込んでいるという。で美術館もそれには OK してくれて、でボストン美術館のものは、オープンコースウェアを通して、
で、ユーザーはその画像を自由に使える、そういうふうになっていますですね。で、その中にですね、実は日清戦争のユニットがありまして、で、日清戦争のこの画像はもういいと思います。ボストン美術館からに使わせていただいているので、ちょっとこれ見せられなくて残念なんですが、日清戦争の版画ですね。で、これプロパガンダとしての版画で、かなり厳しい絵です。その日本兵が中国人の首を切っているような版画もありますですね。で、明らかにその絵を描いた人はその場にはいなかった。これよく見られることですけど、その歴史的にそのいろんな画像を見てみますと、その描いた人はその場にはいなかったですね。日清戦争とは別にペリー来航のユニットもあるんですけど、ペリーを描いた画像がたくさんあります。でも明らかにペリーを見ないで、描いているその版画ほとんどです、その一つのちょっと見れなくて残念なんですが、そのペリーの版画を見てみますと、これは明らかにペリーではなくて、そのペリーを西郷隆盛として描いている絵がたくさんあります。当時の一番偉い人はどういう人かなっていうのを想像して、で、西郷隆盛を描いたということですね。で、その日清戦争の画像の中にそういう厳しい絵もありまして、で、これが4月24日ですね、にたまたま何人かの中国人の大学院生がこれを見て、で、その周りにある説明ですね、説明は非常に批判的に、ダンワ先生は批判的にそういう画像を扱っています。でも、そういう説明を無視して、ほぼ無視して、その画像の URL を、いくつかの中国人が使っているディスカッションボードに載せて、で、MIT にこんなものがあると、で、MIT にその、文句を言いなさいという、そういうようなものがディスカッションボードに載りました。で、私も覚えてますが、メールは全部私のところに来ました。4月24日月曜日の9時半に最初にある中国人の MIT の学生からメールがあって、で、下ろしてくださいっていうメールだったんですね。これ理解できないと。で、すぐにメールを送って、で、あなたは誤解していると、説明をよく読んでみなさいっていうふうに言ったところ、で、その返事はなかったんですが、3時間後、たった3時間後、世界中から私のところにメールが来ました。で、インターネットのこの時間というのは3時間でゼロから世界中に広がる。で、何が起こったかというと、先ほど申し上げたように、その画像の URL ですね、と MIT に文句を言えっていうのが、それを誰かが、10万人の中国人の人たちが参加しているディスカッションボードにそれを載せたんです。それが11時20分頃だったと思います。もうすべてダウンロードしてあるんですけど、もうそれ一発でゼロから、2日のうち1000本のメールをいただきました。で、私のところだけではなくて、 MIT の学科長、学部長全員で、学長にももう何十本ものメールが入りました。で、これはですね、このようなオープンコースウェア、あるいはオープンコースウェアじゃなくてもオンラインでいろんなコンテンツを扱っている場合、起こりうる可能性が誰でもあるわけですね。で、MIT の場合、それどういうふうに、扱ったかといいますと、まず中国人の学生たちとミーティングをして、どういうふうにこれ解決したらいいかということを、ディスカッションしたことと、あと、学長が非常にはっきりとした声明文を出しましたですね。で、その声明文、私のウェブサイトにもありますけど、Visualizing Cultures という授業は MIT では非常に貴重な授業であるとですね。で、私のことやダワ先生のこともはっきりと、説明してくれました。で、かつその扱っている画像の中には厳しい画像もある。でも、それは歴史っていうものは厳しい時代もあるので、そういう時代を反映する画像もあるので、そういうものは隠してはいけないと。学問の自由として、オープンなところで議論ができるような形でしなければいけないという、それ非常にはっきりとした声明文を出してくれました。それと我々が話し合った中国人の学生たちも、インターネットに
誤解だっていうメッセージを、2日後出してくれました。3日後ですね。で彼らが出し始めてから3時間後私へのメールがポツンと来るんです。3時間、もう見事に3時間です。ですからもう本当にこのインターネットの世界というのは3時間の世界です。ゼロから世界中ですから、何かこう世界中の人たちに知ってもらいたいといえばインターネットに、越したものはございませんですね。ただ、それはいい形で使って、いただければいいということで、まあ、たまたま今回はそういう誤解があったんですが、でも幸い、2週間以内にこのサイトをもうそのまま、一切変えずに復帰させて、でそれからずっとここに打ち上がっていますですね。で最後のポイントなんですが、その、このアクセスを見てみますと、これが我々のビジュアリズムカルチャーズのアクセスですけど、ずっとまあ2007、これ3ヶ月ごとに撮ってるものですが、この3月4月5月ですね、約3倍から5倍ぐらいのアクセス回数で、これもそう簡単に減らないんです。ですから、まあ、ちょっと大変だったんですが、こういうのも新しいビジュアリズムカルチャーズのユーザーが増えたということです。ちょっとインターネットがうまく動かなくて申し訳なかったんですが、まあ、以上でございます。どうもありがとうございました。